マイコのすはい、皆さん、こんにちは。えー、っと、マイコの巣、いらっしゃいませ。えー、では今日は早速メールがたくさん届いているので、メールを読む日にしたいと思います。では行きます。えー、っと、京都のなおくんからです。ありがとうございます。どうも、早速ですが、マイコちゃんが学校話の中で言ってたくるみメロンパン、めっちゃうまそうですな。 ちなみに僕が通っていた中学校には、頭脳メロンパンという、あ、嘘ごめん。頭脳パンというパンが売っていました。ゾウのみんなは知っていますかこのパンを食べると頭が良くなるというパンでした。えー、味はほんのり甘いミルク味で結構ボリュームもあったよ。価格は120円くらいだったと思います。 このパンは全国、ん全国違うね。全校生徒の人気を集めて飛ぶように売れたぞ。ちなみにこのパンを食べて実際に頭が良くなったというと、てんてんてん。皆さんの想像にお任せします。しかもこのパンは頭脳め、ん<え>頭脳パン連盟という組織が販売を推進してたよ。ということで、頭脳パンすごいね。 これを食べたら頭が良くなるってことは、じゃあそこの学校の人たちはみんな頭が良かったってことかな。うん。いいね。んと、くるみメロンパンよりちょっとレベルアップみたいな。うん。そんな感じで。これはぜひ食べてみたいですね。皆さんもこのパン知ってるという方がいれば、ぜひメールをください。え、そして、次。大阪府、かなこさん。 えー、今回のラジオを聞いて改めて思ったんですけど、まゆこちゃんは本当にゆずが好きなんですね。実は私もずっと前から好きで、毎日のようにアコギで弾きながら歌っています。家に友達が来た時なんかは、もうみんなで大合唱だし、かく笑いそして何より歌詞がいいということでぜひぜひ夏のライブで披露してくださいね。楽しみにしています。 なんだか今日は舞子ちゃんが私と同じくアコギユズにハマってるっていうことを聞いて嬉しくなっちゃいました。舞子も嬉しくなっちゃいましたね、このメール見てね。すごいね。なんかね、やっぱりユズの話をしたからかもしれないけど、ユズさんの、あの、ユズさんに関してのメールがね、すごい多かったの。あの、シュビズドバーはいいよとか、ユーモラスってすごい元気が出るね、とか。でもね、本当にね、 かなこさんが言った通りに、ほんと詩がいい。うん。ゾーンの詩も結構いい。結構うん、かなりいいね。けどなんか、ゆずもいいし、なんだろうね。ゆずさんの詩をこう、見習って、勉強しながら、自分たちで詩を書いていきたいな、とも思いますね。はい。では次、なんか淡々と言ってるね。すごいね。うん。じゃあ行こうか。えー、っと、神奈川県 HK さん。 マイコちゃんの末聞きました。私もよく寝てるとき涙が出ます。お<ー>多分それは目が乾いてるか、それとも悲しい夢を見ている。ん見ているとかああ、悩みがあるとかじゃないですかね。私の場合そうなんですけど。ということで、うーん、悲しい夢はね、多分見てない。うん。悩み事もない。ということで、目が乾いているということですね。 どうもありがとうございます。じゃあ目が乾いてるということは、うんと、目薬を刺せばいいんだね。目薬をいっぱい刺して寝たいと思います。えっ、ー、と、HK さんも目薬なんかを刺してみてはいかがでしょうかえ、そして、北海道から舞子ちゃんを応援している人。うんいいね、ありがとう。<laughs> えっと、みんなに他の3人に比べて時間が短い もっとたくさん喋ってくださいマイコちゃんの声少しだけど聞けてよかったです。ということで、こういうメールも多かったです。あのね、そんなに短いかなマイコの喋ってるのはね。でも一回目はね、3分でしょ短かった。ごめんね。でも次ね、倍になって6分でしょで、今日また3分あ !3 分過ぎてるよもう4分だよすごいね。このまま喋ったら、6分はいくかなうーん、どうだろう も,もっと喋ってくださいっていうのは、えっ、ー、と、ほどほどに喋ります。はい、ということで。えっ、ー、と、日本国外から来ましたね、えっと。僕はアメリカの大学に留学している学生です。てなわけで、アメリカからラジオを聴いてます。今は便利な時代になって、アメリカにいてもラジオを聴けるし、歌も、歌も聴けてるよ。おぉ、すごい。うわあ、つまった。ごめん。 すごいね。アメリカでも聞けるんだよ。でも、マイコの声が、アメリカの人は聞けるんだよ。すごいね。マイコもね、アメリカでい、アメリカに行って、自分の声聞いてみたいね。なんか変な感じすんのかなどんな感じなんだろうね。すごいね。じゃあ、今度試した時に、大人になってね、試した時に、えっ、ー、と、またラジオで、 言ってみようかなとも思います。え、そして、もう一個かなもう一個メール読みたいと思います。こんにちはまゆこちゃんのコーナーを聞いて、まゆこちゃんらしいなと思いました。え、こういうメールもたくさんくれましたね。まゆこちゃんらしいなって、うん、どんな感じなんだろうね。うん、よくわかんないけど、 マイコらしいラジオなんだね。こん、今回今回じゃない。ずっと。うん。じゃあ、これからも、マイコらしく頑張っていきたいと思います。あとね、えっと、楽しみにしていますって。このラジオを楽しみにしてくれる人がいたんだね。マイコのね、喋りを楽しいって言ってくれる人なかなかいないと思うけど、退屈してないってことだね。うん。嬉しいね。ありがとうございます。 でね、マイクね、あ、メールは以上で。思ったことがあるんだよね。このラジオって一人で喋ってるでしょ一人ごとずーっと6分間とか10分間とか喋ってるってことは、普段いたらすごい怖いことだよね。思わないだってね、みんな一人でね、6分とか7、あ、今7分いったすごいよこれ新記録 !7 分とか喋ってみてあ、喋ったやつをじゃあ、カセットに撮って、 マイクに送って、それを、こう参考にして勉強しながら、えっ、ー、と、一緒に喋りを上手くなっていきましょう。ダメダメか自分一人で上手くなるってそうだね。じゃあ一人で上手くなるように頑張ります。メンバーのラジオとか聞いてね。おう、今ね、7分20、30、31、32。これ数えてたんでずっと10分とかいくねいいねじゃあ今度こういうのもやってみようか。 暇だってそうだよね。ごめんね、じゃあちゃんと喋るから。えー、では、そろそろもうネタ切れなので、もうそろそろやめようかなと思います。あ、8分やれば喋ってみるそうだね、52、53、54、55、お !4、3、2、1、マイクの数、終わり